どうも、僕です。いや、今日は雨がすごい、土砂降りだよ。まあ、というわけで今日はあのね、今日は勤労感謝の日、お休みの日で、ちょっと紅葉を見にね、やってきたんだけど、花抜き峠、茨城県高萩市のある花抜き峠の近く、花抜きふるさと自然公園っていうところのその近くにあるメガネ橋っていうのを見に来ました。まあね、すごいよ。こちらなんだけど、なんかね、メガネ橋っていうからさ、渡れるのかと思ったら違うんだって、これね。ここは渡れない。あの、この橋を水が流れてて、まあその水を流すためのだけの橋っていうことかな。まあここは立ち入り禁止なんだけど。花抜川第一発電所第三号水路橋、通称メガネ橋っていうところだね。すごいよね。近くに川も流れてるから、この流れてる川があの花抜きダムの方まで行くんだね。すごいね。こんなのが山の中にあるって、作った人すごいよね。はあ、はい、というわけでメガネ橋からでした。以上、終わりー。